おはようございます。今日は月曜日です。憂鬱な月曜日にエンジンをかけるために、今週中に実現可能な小さなミッションにチャレンジする、ミッションポッシブル。早速いってみましょう。今週のミッションはこちらだ。いつもより颯爽と歩く一日。通勤通学仕事中、ちょっとトイレに行くときと徒歩の移動を、いつもより少し胸を張って大股で颯爽と歩いてみましょうか。その時の気分を、この変化を、気分の変化を味わっておくと、いざという時使えるかもしれません。小さなチャレンジの積み重ねで、見たことのない世界に一緒に行きましょう。Do you copy?